里崎チャンネル。ジョブ。なんでだ。あ、こっち。なんでだ。声遮断しちゃ悪いから。なんでだってですか。ということで今回はまたまた那須さんゲストです。よろしくお願いします。里崎チャンネルは野球界の人とはコラボしないっていう、はい、それがすごいですよね。いや、そっちの方が楽しいですもん。まあまあまあ、いや、それはなぜかといったらもう一つしかないです。なんですか。トークスキルがありすぎるっていうもうそれだけです。野球関係ない人と話する方が楽しいですもん。新鮮だし、まあまあまあ違う、なんか刺激をもらえますよね。ちなみに里崎那須さんの、ね、動画も出てるんで、はい、もうぜひぜひチェックしてください。ぜひお願いします。くだらない話してますけど、はい、もうぜひさあ僕で、はい、那須さんに会ったら聞きたいことがずっとあったんです。なんすか。ちょっとクイズです、はい、元 J リーガー、はい、サッカー解説者は、はい、J1、J2 の全てのクラブの名前が言えるのかっていう。なるほど、はい、なるほど。しかも J1 は J1、はい、J2 は J2 と、はい、ちゃんと括りにして、はい、全クラブ名前が言えるのかと。はい、でまあ、野球だとね12球団しかないんで、はいはいはい、まあ、確実に言えるんですけど、はい、ね、うん、サッカー解説者は言えるのかっていう、はい、どうですか、言えますか。 J1 はもちろん言いますよ。去年の、今年は、今年っていうか、上がってきたチームも含めて、はい、全部言えます、はいはい、じゃあちょっと 1位から言ってもらって。1位から、あ、1位からですか。順位別ですか。あ、でも、解説者なんですよね。あ、解説者って、解説はたまにやったりします。解説者ではない、でも専門家ですよね。専門っていうか、まあ、専門家ですね、はい、だって野球の順位言えないとかってないんで。いや、俺も、分かりました、はい、1位、川崎フロンターレ、はい、2位、ガンバ大阪、はいはい、3位、名古屋グランパス、はい、4位、セレッソ大阪、はい、ここまでいいよセレッソ大阪、スムーズですね、はいはい、5位からですね、問題は、はい、5位、はい、ちょっと書いていきますからね、はい、正解の横に何ていうか。5位、横浜 F マリノス、はい、横浜 F マリノスですね。5位、はい、6位、はい、あ、5位違う、間違えました、はい、5位 FC 東京。 5位が FC 東京, FC 東京、はい、これ予想みたいになってんな。5位 FC 東京、事実言うだけですからね。そうです、そうです、はい、事実。6位横浜 F マリノス、はい、横浜、はい、7位柏レイソル、合ってたなあれですよね、専門家ですよね。一応専門家です8位、いや、これ合ってんのかな、めっちゃ言われるな、これ。8位いきます、はい、8位、8位ですね、サンフレッチェかな、サンフレッチェ広島、はい、9位、はい、9位か10位、ヴィッセル神戸だった気がするんだな、9位、やべえ、これ調べてねこれ、ちょっと待って、調べないと分かっていいですか、はい、調べないと。たかが10位ですよ。専門家ですよ、ね、ですけど、あの試合の中でも上位しか見ないんですよ。なんでですか、10位リーグなのに。いや、10位ってか、あの上位の順位で、まあ、大体5位ぐらいまでは覚えてるんですけど、4位か5位。いや、だってそのちゃんとやってるじゃないですか、全チームで。全チーム、いや、でも13節でやめましたから。え、13節で解説やめましたから。でも1年間一応見てるわけですね。ルヴァンカップ行かれてましたよね。行きましたルヴァンカップの解説するのに順位も知らないってちょっとそれはサッカー評論家解説者専門家としてはちょっと、はいはい、ちょっとですね、はい、はい、じゃあ一つの気がしてください、はい、言い訳、解説者でありませんでも専門家ですよね。専門家です、一応サッカーの専門家です。しかもサッカーをメインに、はいはい、やっぱりもちろん第一人者として YouTube でも、はい、那須さんが、はい、しかも日刊スポーツでも、はい、コラムとか書かれたりして、いや、関係よくしてご存知で、うん、僕も日刊なんでいつも目にしますけどもうトップクラスの評論家、はいはい、もう解説者と言ってもいいぐらいの立ち位置に来てるのにやっぱそのね、はい、これはやっぱ重要性、順位聞いとかないとね。順位がわからないと、だって終わったばっかりでしょ。だって終わったばっかりですよ、もう、うん、昨年のばっかなんで。で、9位は、9位、はい、9位、ですね、9位、待ってくださいチーム名全員は言えますよね。あ、もちろん、もちろん言いますけど、はい、もうここ、違うかな、あ、北海道コンサドーレ札幌、はい、9位がコンサドーレ、はい、はい、10位、ヴィッセル神戸、10位が神戸、はい、はい、10位、ヴィッセル神戸、11位、横浜 FC、
横浜 FC 12位だったかな。横浜 FC これだいぶ間違ってる気がするな。横浜 FC 11位、10位神戸、神戸11位、横浜 FC、 横浜 FC、12位、はい、サガントス、サガントス、18チーム、あと何チームでしたっけ、5チームでしたっけ、あと6チームです、13位からなんで。ですよね、はい、18チームっていうのは知ってるんですよね。18チームも知ってるんですよ。18チームなんですけど、あ、じゃあ、最下位、ベガルト仙台だったっけな。最下位からいきます、じゃあ。仙台。はい、仙台。その上が、はい、清水エスパルス。はい、エスパルス。あと、あ、大分トリニータだ。あ、大分トリニータ。何位ですか。その上だと、清水の上だったと思います。16位。はい。はい、大分トリニータ。はい。13、14、15ですね。あと3チーム。はい。ああ、ごめんなさい。13、浦和レッズ。はい。浦和レッズ。浦和レッズ、もうちょっと上だった気がするけど。もうちょっと上だった気がするけどな。うん、よくすみません、あの、うん、横浜 FC と浦和レッズ入れ替えてもらっていいですか。横浜 FC と浦和レッズ入れ替え、はい、じゃあ11位が浦和レッズで、はい、13位が横浜 FC で、11位が横浜 FC、はい、あ、13位が横浜 FC、はい、あとはあと2チームです。2チーム、あとどこありましたっけ。 FC 東京、ACL のチーム。じゃあ今決まってるやつ言いましょうか。はい、1位川崎フロンターレ、はい、2位ガンバ大阪、はい、3位名古屋、はい、4位セレッソ、はい、で5位が FC 東京、はい、で6位が横浜 F マリノス、はい、で7位がレイソル、はい、で8位が広島サンフレッチェ、はいはい、で9位がコンサドーレ、はい、で10位が神戸、はい、で11位が浦和レッズ、浦和レッズ、で12位がサガン鳥栖、はい、で13位が横浜 FC、はい、で14、15が空いて、16が大分、はい、で17位がエスパルスで、18位が仙台です。はい、はい、あと2チーム、はい、あれ どこだっけ、ど忘れしちゃったな。ちょっと待ってください。あれちょっと待ってください。ちょっと待ってください。なんかヒントはありません。ヒントいらないでしょ。ヒントはいります、逆に。関東っすか。え、関東っすか、里崎さん。ヒントいります、逆に。いや、ヒント欲しいです、もう。いら、ヒント欲しいです。じゃあもうこれはあれですね。はい。やっぱサッカー関係者、J1 のクラブ全部言えない説っていうのはね。やっぱり僕は言えない、買ったらやばいけど言えないんちゃうかっていう派なんですけど、はい、言えないっていう方に、今、那須さんで一人入っちゃったんで触れますけど、はい、いいですか、それで。もうしょうがないです、もう。もう言えないですね。参りました。もう言えないですよね、はい。ちょっとド忘れしました。はい。じゃあ、絶対怒られんな、このクラブの人に怒られない。ちょっと待って、僕、全クラブと、全クラブ、広報の方思い出す。広報の方、これ怒られんな、広報の方に。あ、わかりました。いや、全然、めっちゃ忘れてた。はい。強いチーム忘れてました。はい、しかも上位でした、それ。はい。カシマアントラーズ。ああ、忘れてましたね。アントラーズを忘れる。アントラーズと逆にすごいですね。あれなんですよ、コラボまだしたことないんですよ、うん、YouTube で。だからいや嫌がらせ。違います。だから記憶の端から消してるんですよ。違います。あそこはコラボしてくれねえからもう抹殺みたいな。違います。しかもアントラーズ上位でした。6位とかそこら辺でした。アントラーズ7位とか確か。だからじゃあ今はフロンターレ、ガンバ、名古屋、セレッソで FC 東京、はい、F マリノス、レイソルで来てます。そこら辺に鹿島入ってきます。6位が7位でした、うん、どこにどうしますか。だから、FC 東京の下に入れてください。で、じゃあその下を下げます。全部、はい、全部下げてもらって。わかりました。鹿島アントラーズ、はい、でそこ全部下げて、はい、他をね。7位が鹿島、はい、で8位がレイソル、はい、ね、で下げて、じゃああと15位です。15位、はい、あと1チーム仙台、どこだ。おー、あ、分かりました。どこですか。湘南でした。湘南。あ、湘南。あ、じゃあ15位湘南でいいですか。はい、15位湘南です、はいはい、うん、はい、多分だいぶ順位は違うんだよな、これ。まあギリ全部分かったっていうところでね。はい、ギリギリギリ。危なかったっすね。危なかったっす。よかった。だこれはもうセーフという。それはセーフで、はい、はい、ノーヒントでね。はい、まあ長かったっすけどね。長かったっす、はい、だいぶちょっと尺取った。じゃあちょっと答え合わせします、はい、お願いします。1位川崎、はい、あ、正解。それはもう間違いないです。2位ガンバ、まあ、そこ間違えたらあかんす。3位名古屋、そこもあかんす。そこもあかんす。4位セレッソ、そこもあかんすよ。
で5位 FC 東京、はい、残念残念。5位が鹿島です。あ、5位が鹿島あっちゃーここでいけないやつ、はい、じゃあ6位はで6位、横浜 F マーネス。あっちゃー残念残念、はい、6位が FC 東京。あ、まあまあだからいいとこ行ってたんですね。いいとこ行ってますね、はい、そこの3クラブ。でも鹿島がコラボしてくれないから、はい、出してこなかったからね。社長とコラボさせてもらいました。で7位、はい、で7位鹿島って言ったんだけど、鹿島です。 あ、7位、あ、じゃない鹿島って言ったんですよね、はい、7位レースレース、まあ、まあ、そこの4クラブはちょっとこう、うん、あれが違いましたね、うん、はい、で、8位がレースって言ったんですけど、はい、8位広島です。ああ、でもまあいいとこついてるんですね、うん、ここからね。だから順位は7位セ、はい、レイソル、8位広島、はい、9位横浜 F マリノス、10位浦和、11位大分、12位札幌、13位サガン鳥栖、はい、14位神戸、15位横浜 FC、 16位エスパルス、17位仙台、18位湘南。だから最下位が湘南なのに湘南を15位だと言ってます。で仙台は最下位じゃないのに最下位だと言ってます。あ、なるほど。で大分は11位なのに16位だと言ってます、はい、ああなるほど、はい、だからあの、はい、当たったのは4位までだけです。4位までですあの関係者の皆さんも大変申し訳ございません。ちょっともうちょっと勉強してくれ、はい、勉強します。もう順位はもうちょっと、はい、であとちなみにですね、はい、続いて、はい、昨年佐々木チャンネルで、はい、J リーグの優勝予想をしていただきましたけども、はい、優勝がヴィッセル神戸だと、はい、実績がありバランスがいいと、勝ち癖があると、やっぱり優勝するためには勝ち癖が必要だと、はい、でマネージメント能力が高いと、で監督もいいと、はい、怪我人が出ると怖いけども、もう優勝だと、はい、って言われてましたけど、はい、神戸さんは14位です。なんで、どうしたんですか、はい、あの言ってましたね、はい、言ってました、はい、まあ、経験もありました、はい、ゼロックス。なんでこんな14位になっちゃったんですか。ゼロックス最高の滑り出ししましたね。いやいや、だから僕順位、あ、順位見てました、ね、どうしたの、なんで14位になっちゃったんですか、はい、9勝9敗16分けです、はい、ですね、まああんま言いたくないですけど、はい、コロナウイルスで中断あったじゃないですか、はい、あれでちょっとリズム崩りましたね。だいぶ崩しますよね。だいぶ崩れましたね、はい、はい、これはもう一言言います、言います、すいませんでした、もうで続いてね、はい、日程的にコロナになって、はい、日程厳しくなったから、はい、一発あるぞと、はい、レイソル、レイソル監督がいいと、監督外国人もヨルンがいると、はい、って言って、レイソルさん7位です。7位です。一発ないですね。だからそうですね、日程的にもあるぞ、日程的にもあるぞ、でも、はい、7位です。7位、どうしますか、これはあれですね、これもちょっと何が悪かったですか、レイソルさん、レイソルさん、はい、何が悪かった、はい、いや周りが強かったって話です、ね、川崎が強かったもうそこに限ります。あ、そこ限ります、はい、そこ、で続いて、はい、絶対ないチーム、はい、横浜 FC と J1 慣れてない、はい、絶対ないと言ってましたけど、はい、結構頑張って降格圏内から脱出の情報、脱出しました、はい、はいや、しかも9勝6敗、はいはい、19分け、そうですね、勝ち越してますよ、はい、やっぱりサッカー蓋開けで見てたら、あ、これ全然最下位とかじゃねえなって内心思ってました。内心始まってみて、はい、まあ見るじゃないですか、はいはい、あ、いいサッカーしてんなと思って、はい、どんどん良くなってきたんですよ、はい、だってね、自分の予想が大概もう全部外れてるの分かってたんで、はい、これもすいませんでした、はい、また順位もね、はい、分かんないですもんね。そうなんです、もう順位も4番目までしか覚えてないっていう、もうちょっとすいません、はい、もう本当に。じゃあ、はい、ちなみに今年の優勝は、はい、今年ですか、はい、2チームあります。お、高校は間違いないです。間違いないですか。間違いないです、はい、じゃあ名古屋グランパスか、はい、川崎フロンターレ、はあ、じゃあ、まあ、フロンターレは2連覇やと、2連覇、連覇するとあります。もう絶対に、はい、選手結構抜けるんですけど、はい、それでもあると思います。何ですか。いや、やっぱ監督の、やっぱ監督がいい、監督がやっぱりその選手のマネージメントというのがいいのと、皆さん、はい、同じこと言ってますよ。去年のヴィッセル神戸と一緒のこと言ってますけど、これフロンターレの皆さん危ないよ。同じこと言ってる。去年もマネージメント量が高くて監督がいいって言ってた。いや、でも多分勝ち癖があるって言いますでしょ。勝ち癖がある。
ゆかちきすぎる。危ない、フロンターレの皆さん危ない、このコメントが、このコメント危ない、2連覇が厳しくなるよ。だ、一緒のこと言ってるもん。いや、でも、でも、まあ、確かに同じこと言ってました、うん、言ってましたけど、まあでも何があるかは分かんないですけど、でもフロンターレは強いですよ、やっぱり。言っても上位には絶対食い込みますよ。上位、上位、優勝、まあ、優勝あると思いますよ。何ですか、やっぱり。もともとのサッカーが、はい、今日、まあ、今年見てですか、はい、サッカーを見てですか、はい、でサッカー見て、あのサッカーをずっと継続できるんだったら、誰がこう出てきても、うん、しかも若手を発掘するっていうか、うんうん、起用の仕方も分かった、うん、この、なんですか、予想はですよ、まあ、言い訳言いたくないですけど、プレイヤーでやってサッカーあんま見てないですから、他チーム、うんうん、今年は見てのなんで、うん、まあフロンターレは、まあ、連覇はあるかなっていう、うん、ところですよね。那須さん、フロンターレはちなみに業務は来たことないです。あ、じゃあ忖度じゃないってことですか。忖度じゃないです、はい、じゃあ次、名古屋。名古屋、名古屋はどうしてですか。名古屋はやっぱり、まあ、あの監督、サッカー良かったですよ、3日、うん、その守備固くって、うん、で前もタレントがいたんですけど、うん、あと補強、ACL 出るってことで補強がすごいんですよ、うん、今年、うん、いろんなその各チームから有力な選手を補強して、うんうんうん、で各ポジション2人か3人かというところで、うん、いい選手を補強してるので、うん、まあ、今年本当ハマれば本当あるんじゃないかなっていう。一発アルパなんですか。いや、一発じゃないです。しっかりあると思います。一発、はい、一発あるって言ったら当たらない、なんかジンクスに。だからでも一発あるに聞こえるけど、ちょっと気になるっすね、今の言い方。なんか一発あるっていう、ちょっと昨年のなんかレイソーさんによく似てる発言に聞こえますけどね。はい、でもあと一つだけ、フォワードが金崎選手がちょっと怪我しているっていうので、あのフォワードが、まあ、柿谷選手もできんですけど、ワントップだ、そこを補強誰するのかなっていうところ、うんうんうん、外国人はいいですか。外国人の方がいいかなって思いますけど。あ、ね、レイソルも外国人もいいおるんだって言ってましたからね。ちょっとよく似てる。似てましたね。似てますね、はい、でもフロンターレとグランパスですね。グランパス、はい、どっちか。どっちかって言ったらどっちですか。どっちかって言ったらフロンターレかなって思っちゃう。でもこの2つが来る、はい、2つ。じゃあちょっと僕の地元のポルティス、はい、何位かちょっと教えてもらっていいですか。どれぐらいの位置ぐらいに、今年ね、 J1 で、うんうん、J1 優勝ですよね。あ、J2、はい、J2 優勝で来るんですもんね、はい、そうです、 J1 に、はい、でその中で来て、うん、まあこれぐらいのところはいける力あるやろうっていうね。だから来年は22チームですか。あ、今年は、あ、そうです、22チーム中、はい、で4チームが降格だから19位までが降格ですよね。そうですね、はい。ボルティスさんはこれどこぐらいかなっていう、降格なのか、はい、生き残るのか、まあ、これぐらいの順位ぐらいはいけるんちゃうかっていう、夏さんが J1 見てきた中で、僕はボーダーラインだと思います。どっちですか、あれです、どっちですか、降格、どっちですか、降格、あ、降格圏のボーダーラインの、その残れるか、どっちですか。可能性的に言えば、正直、降格の可能性が大きいなっていうのは、一般的に、まあ、それは仕方ないですよね、はい、やっぱり。でしかも4チームもね、あるっていうことと、やっぱり J2 から来るっていうところで、はい、それは上積みを考えづらいですけど、あと、でもなんか、昨年はなんかレイソルが来てからいけるって言ってるんですか。で大きな理由なんですよ、ここ、監督が浦和レッズに行ったんです。ああ、そうなんですね、はいはい、でその監督はもうパスサッカーですごくいいと言われてた監督なんですけど、その監督が抜けちゃうんですよ、はい、なので新しい監督で、ちょっと悪いんですか。いや、わかんないです、全然未知なんですけど。作り上げて、2年目に J1 っていうんだったらまだわかんないですよ。だからそこで優勝したりっていう、うん、そこはちょっとレイソルとの違いですか。はい、そこは、うん、レイソルとは確かに、うん、同じ監督っていうのはやっぱ大きな要素なんで、うん、そこで多分選手とかもガラッと変わっちゃうじゃないですか、うん、でまた一から作ってる中での J1 の戦いっていうのはちょっと難しいんじゃないかなっていう、うん、じゃあ19位と、うん、まあその降格圏、降格圏の可能性はある。20位とも言わないです。降格圏の可能性はありますけど、だいぶ保険外れます。じゃあ、ここしっかりいった方がいいんですか。これ多分、だって別に、はい、こんなの当たんないのが当たり前なんですよ。いや、当たんないです。だって僕だって去年パ・リーグ12球団しかないのに2個しか当たってないんで、セ・パで、はい、でもここね、降格圏シビアですからね。だからまあ僕は19位ぐらいじゃないかな。じゃあもうちょっとうまくはまったら18位残れるよみたいな、残れるかなって思ってます、うん、はい。じゃあ絶対ないチームは、絶対ないチーム、絶対ないチームですか。はい、ちょっと待ってください、絶対ないチーム、絶対ないチームか、ですね、だから僕はプロ野球だと、うん、ヤクルトは今年じゃないって言ってるんですよ、うん、
あだから2024年ぐらいに強くなるけど、はい、今年は最下位予想今のところ、うん、でも今年じゃないって言ってるんですよね、うんうんうん、だから今年じゃないっていう今年じゃない、うん、今年じゃないって言えばサッカーだと今年じゃなかったら、まあ、J2 行っちゃうからきついですよね。そうですね、うん、そうなんですよ。それがきついので、ね、J2 って言いづらいですけど、まあでもうーん今年じゃない、今年じゃない、まあ湘南もきついかなと思ってますよ。湘南ね、湘南とアビスパ、うん、もうやっぱりアビスパの予算的な部分もそこがね補強ができないというところで、ね、補強ができればで皆さん期待してください。はい、期待してください。絶対ないって言ったチームは上がります。ちなみに昨年横浜 FC は絶対ないと、J1 に慣れていないと、ね、多分アビスパさんもそういうかもかんでだと思うんですけど、その FC、はい、横浜 FC は15位と降格圏圏内じゃないというね、皆さん期待してください。湘南とアビスパ行きますよ。でもね、あの今年去年は降格圏がなかったから言えたんですけど、やっぱ降格圏あるとやっぱそこシビアなんで、差し勝てないですよっていう、はい、そう言われな、なんか言われないように強くするだけなんでね、まあまあ間違いないですね、はい、まあ、でも、うん、まあ、現実に予算的なものも含めて、ちょっと、それはね、なかなかね、うん、難しいなっていうの。宣伝ですから、はい、これどうなるかどうかはね、そうですね、まだ来年ね、はい、これでバシッと当てたら、里崎さんにギャフンって言いますから、そうですね、はいはい、だから、まあ、最低でも順位ぐらいは覚えておいてほしいですね。そうですね、いや、本当そうです、うん、本当にそれはすみません、うん、それはもう申し訳ありません。でも全チーム言えたんでね、はい、よかったです。まあ、それよかったですよ。当たり前やって言われてありがとうございました。ありがとうございました。